2週間ぶりに菊をお風呂に入れたいなと思ってます。かわいくて、こういうのあるわ、野生でこういうのありだこなるってね、魅力のもの、真っ黒どうしたの、なんだ、お化けですね、これすごくいいです、ありがとうございます、感謝します、本当に。何やってんの、無理やり引っ張らせて今。なんだよこれ。ピチ。いいんだ。ああ。どうした？ピチコメドーナツ。おいしい、おいしい。まずい。だけどビクトリーだもん、こっちはね、妖精のあれだもん。だから美味しいんだ、妖精はバカ。2週間ぶりに菊をお風呂に入れたいなと思ってます。2週間ぶりです、菊にお風呂入れたいなと思ってます。髪洗うの、今からお風呂入ります。髪洗うの、あなたもなんで今日触るの、待って触らなかったみたいな、気をつけてよ、待ってみーちゃん見えないの全然、はい、好きな玉の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 玉じゃあ出たらすぐ飲め、もういい、かわいく、はい、あきれちゃう、うん、ゆっくりしよう、ゆっくりさんなよ、痛いな、もういいよ、いもういい、うるせえな、やってんじゃねえよ、ひねくせえのこのバカ野郎、じゃあ入っちゃったよ、見えるわ、ポジションか、あ入ってねえよ、もういいよ、痛い、色黒も真っ黒、顔入ったためにやめ、か、かせまし、これの間、これの間、こういうふうにやってるで、こういうふうの間、ここにあるってね、引っ張ってやるみたいよ、ねえやん、ね、足は腕足は、あ疲れた、やっと今、キクを震えにいました、はい、僕も今、風呂で洗って、今、出ようとします、これ教えましたってか、あげるもん。これ。木場さんが送っ買ってくれました。はい。これ、配布します。ありがとうございます。感謝します。木場さん、申し訳ないですね。ありがとうございます。これ、こうか。やっぱりダメ。濡らしてやんないと、みんな毛が外れちゃって。ダメ。え、何これ、お化けない。なんか、あれみたい。骸骨丸。バカ。でこれだとちょっと時間かかるから、普段の時にちょっと簡単にパチンってつけて出かけられるような部分ウィッグが欲しいってことですよね。そうです。わあすごい。なんかちょっとこれ。うん。でグッてやったから、あんたはダメでグッてやっちゃったらこれこうなってんだからな。こういう風にこいきなり凍っちゃったらね。じゃ。こうやってね、うん、これネット、これネット、これ紙だ、これどうやってんのこれ、こうやってこうはめるのか、そう、はまっかな、気があって、気があなくてはまっかな、こういう感じか、やばどうやってんのかわかんねえ、これ前にやんじゃねえの、ちょやっとこないよ、私やっとこないよ、こういうの前にやってやるんですよ、前なんだもん、これ後ろになってる、これ後ろになってるよ、知ってるよ、後ろは前だからね、横だからね、鏡がないと見えないんだよ、こいつは出るよ、後ろが面白い、後ろになったら、うっさい、意味がねえよ、かすよ部分じゃないから、あ、ここだけのやつだから、知ってる、
じゃあじゃあ、そうそうそう、もっと前、もっと前。これか。うん。なんだこれ。ちょっとわかんねえ。やっと骨が。これへん。うん。はい。じゃあもうちょっと後ろ。ちょっと後ろじゃねえよ。わかんねえ。やっと骨んだから。ちょっとやってよ。いけ。あんまりやって毛取れちゃうかな、これ。濡れてないから。これ、チゲだけど。何か。チゲだよ。金毛だよ、これ。どうしてんだ、これにか。これにか。あ。うん、そこ。ちょ、なんだ、この前髪。なんだ、お化けなし。うん。なんだ、この前髪。こういう感じ。あ、よかった。髪の毛が、あ、いいじゃん。あ、これいいじゃん。あ、いいじゃん。こういう感じ。うん。うん。後ろ、後ろ、後ろ。後ろ、ほら。あ、いいよ。自分の髪、これだ。自分の髪、これ。うん。うるさい。こういう感じ。これでわかんない。わかんないでしょ。うん。ね、これこうしようって。一つに縛るの。こうやって縛るの。あ、これで変わった。ちょっとやんないよ、前の髪が。うん、これ。こういう感じで、前髪。で、これで、しばらく。これやってこれダメだからね、これは。んこれは、あれはってからじゃないですか。知ってる。つかんねえからね。うん。こういう感じで。はい、いや。ああ。どうだ。全然違うわ。こういう感じ。これでもう、これだったらもう、今、かせ、これだ。ごめんたま。前髪下げとこういう感じ。下げとこういう感じ。うん。右ギリギリ。こういう感じ。前髪下げと。下げとこういう感じだから何、うん、こういう感じで下げと。変なの。はい。だいぶ変わりました、本当に、うん。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。これすごくいいです。5年中行きましたね。5年中ました。すごくいいです、これ。これすごくいいです。前髪。前髪、目ギリギリです、うん、ほら。ここにピンやってもいいで、ほら、まーちゃん。ここにピン。そうだよ。うん。ここにピンやって、取れないピンやって、それでほら。あ、これ全然違う。見てみろ、全然違うから。違うよ。へぇ、全然違うかった。ただ、もうちょっと前髪が目に入ったから、目に入ったの、これ。ほら、目ギリギリ。ほら。うん、目ギリギリしちゃったのよ。じゃあ、これいねえな、これ。どうなんだろう。どこにあげて、こういう感じ。こんなにこういうの。これいんの金だと、こういうの。いや、いらないでしょ、もう。うん、じゃあ、一旦切ります。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。感謝します。本当に。腰痛い。腰が痛い。今、ババアがなんだかして、肩を持ってくれみたいな、肩を持って。腰が痛い。腰が痛い、腰が痛い、頭がいいよ。うるさい、ダメ。言ってよ、これ爪。あ、ダメ、やっぱ爪切ってねえよ、伸びてねえもん。爪切ったんだもん、もう。マッサージ、頭の髪の、頭のマッサージやんねえぞ。筋肉ねえだろうな、これやって、めギス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 。なら、ダメこれ、この爪、こうでやってんのも、こうで。ギリ、許せねえよ、黙ってろ。痛えなぁ。うるさい。あんまやんな。飛んじゃんな、くれなってんな。ログ。ログ。うるさいんだよ。ドキホン頭上げるほら。あ、相手、それやったらダメだよ。後ろの後頭部が太く切れちゃうよ、おめん。パチ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 。こうやってやってんの、マッサージって。いや、
軽くこうやってポンポンポンってんだよ。ここだよ、そしたら。これじゃ違うよ、おめえ。頭おめえ。軽くやってんでしょ、後ろのおめえ、血管おめえ、ずらしてるんだ、おめえ。ずらしてねえよ、背中後に。バカ。考えろ、ボケ。スナックってね、チラチラだからな、美容室が。ママが美容師経営してて、スナックも経営したから。なんで美容師がおめえ。ん？美容室が1回。スナックが2回。旦那さんは会社経営。これがいいんだよ。えれれ、なぁ、いれれ。我慢して。我慢できねえよ、弱性。あと、ここの偏頭痛の人は、ここ。うん、ここをこうやってグーッと上げ。力入れんなよ、うん、なんじゃってだ。骨折れちゃうよ、おめえ。うるさい、黙ってやってろ。なーに、せっかく人の頭ぶん殴ってんの、てめえは。バカよ。何もわかんなくせに。バカ。かたまめ、さひなだわね。よくわかんないよ、ほんとに。わかった。え、やめちゃおう。もうこれ。よくわかんないよ。やってんのよ、全然本当にやりづらいよ、やりづらいっつの。はいよ。なんでやっても、もう終わり、疲れた、ね、うん、疲れた、引いて手間かか、今あのマッサージ終わりました、やってくれました、今終わりました。いやー気持ちいいや、もう本当に手間かか、この背中がね、バチ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 ぶん殴られたの、本当に気持ちいいの。そうだよ、結構張ってんだ。そう、ここにこの肩がつけんだもん、肩に。すげえ気持ちいいの。騒いでます、一人で。あのババアが動画撮んじゃねえって言ってんです。一人で騒いでます。千葉さんごめんなさいね、メイクいたって。いや千葉さんじゃないよ、千葉さんじゃなくて、動画撮んじゃねえって千葉さん言ってんだよ、動画撮んじゃねえよって。ダメ、酔っ払ってます。酔っ払ってないよ、動画撮んじゃねえよって。ババアが千葉さん自分で言ってんの、そうさって今撮って言っていや、ちょっと待って、千葉さん、こいつあの動画撮んじゃねえよって言うんですよ。何やってんの、そこで通り怒ってる。無理やり引っ張らせて今。言って。当たり前だろ、本当に危ねえこと、そういうこと、スマホ怒って、iPhone 怒っちゃったの。無理やり今、ショントが流れ着きましたよ、菊さん。あの、千葉さん。無理やり俺んとこ殴りまして今。酔っ払ってんじゃないっつもだから。あいて。もう少し iPhone 落としやがったの、これ。ば、酔っ払い。あいて。指輪でぶん殴った。そうです。指輪でぶん殴った。あいて。ちゃんと今ここ。ダメ、目が、ダメ、目覚めないとこダメです。これ動画も撮ったから今。すいません、ごめんなさいね。いや、無理やり、じゃあいいんです。無理やりぶん殴ったんだから、無理やり。じゃないでしょうよ、自分で引っ張ってるでしょ、そうやって無理やり引っ張ったんで今。まあすいません千葉さん、あの暴力振ったんです今。暴力は振ってません。のすいませんけどお願いしますって、ぶん殴ってお前。俺のまた水飲みなさい。いやぶん殴ったんですよ。水飲めよいいから。笑ってんじゃなくてちょっと驚ってんのか、いつまでも。ぶん殴ったんですよ、千葉さん。だから、おちょくってんじゃなくて、水飲め、早く。この、酔っ払え。かけず。あいて。千葉さん、ぶん殴ったんですよ、俺の。ぶん殴ってんじゃねえよ。自分でふざけてんじゃねえよ、何言って。どうしようもないです、千葉さん。もう参った。私も。そうだ、あのね、本当に、水、自分で持ってきて水飲まなかったんですよ。私なんか持ってこないでないでしょうよ。うん。
じゃあ、待って、お疲れ様です。ありがとうございますね。本当にね、あれ、気に入っちゃった、すごく。ありがとう、すいません。僕は気に入らないですよ、僕は。うん、じゃあ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。ゆっくり休んでください。はい、ありがとうございます。ぶなごたんじょう、どうも。おやすみなさい。おやすみなさい、ないと、ぶなごたんじょう。いてない。おやすみなさい。ぶなごね、おやすみなさい。いて、はい。いてえな、おめえ。ぶなごりましたよ、千葉さん。ぶなげやがったよね。なんでだね、本当によ。水飲めないから。本当に。今何で、今何でぶなごって今。一応のひらだよ。ほいて。あの今、こう、ほたふくんとか言われた今。ほいて。だから自分で何で足を持ちくしたんで、水。パチンってぶなごって今。酔っ払ってんな、本当に。酒癖悪いおめえは本当に。同じ。おめえ坊主と同じおめえは。似てるわな、兄弟だもんな。あれで、俺んとこ殴ったんですよ、こいつ。よさめせばか、おめえは。すいません、骨折しちゃいましたね。腰なんかしねえ。ぶん殴って、頭骨折しちゃいました、こう。腰なんかしねえよ。おめえが悪いだろ、みんな。骨折しちゃったの、ほら。何そっち殴んの、おめえは。自分で悪いんでしょ。なんで自分の持つし水飲まねえんだよ。千葉さん言ってたかんな。水飲みなさいって。水飲まない。騒いでんじゃねえよ。おめえが騒いでんだ、ばあ。自分で騒いでんでしょ。冷めないのよ。冷ませよ、これ直すしかねえだから、カバン。なんでそこにしてんだよ。なんだよ、これ。ティッチュ。ババアが殴って、そのとこも、頭骨折しちゃったんですもん。どこが骨折した聞けねえよ聞けねえよこれから、僕がアレンジした、ビクトリー、ミックス、奇妙なドーナツを作りたいなと思ってます。お化けドーナツ。どうお化けドーナツ、お化けじゃねえよ、お前。ビクトリーだよ、バカ。ビクトリー。いいね、お化けで。てめえ。めんどくせえ、お化けでいいね。ビクトリードーナツを作りたいの。お化け。僕がアレンジした、ミックス、ビクトリー。お化けドーナツ。お化けシャンシャンドーナツ。なんだ、忘れちゃった。ビクトリードーナツ。ミックス、ビクトリー、たまげちゃった、ドーナツを作りたいなと思ってます。卵割れました。ホワイトミックスやつ入れます。
はい、できました。あげちゃった。結構大変でしたね。あげちゃった。ミスタードーナツ。ビクトリーが できました、ビクトリー。あれでしょ。うん、ドーナツのビクトリー。ドーナツってあった、お化けドーナツでしょ。てめえ、お化けドーナツなの。ビクトリーだこんなのてめえ。お化けチンチンドーナツ。てめえ、チンチンドーナツだね、これ。あ、なんだ。んで、チンチンドーナツだ、これ。そしても、チンマルドーナツか。ん？マーちゃんのチンマルドーナツ。ビクトリーですね、これは。あ、チンマルドーナツだよ。食っ飛ばせが。チンマルドーナツ。チンマルドーナツ。この手なんだよ。チンマルマヨネルドーナツ。よし。マヨネルドーナツ。マヨネーズドーナツ。ああ、これ綺麗なお花。これはうまそうですね。で、マヨネーズドーナツ。な、マヨネーズドーナツな。これはすごい。ビクトリーですね。ああ、焦げた。蒸した。ああ。で、意外と分かったし。どうなって、チンチンだけど。焦げたドーナツ。どうした？チン焦げドーナツ。なんだい？まーちゃん、それよ、食べとるよ、切んなくて食いねえよ。ちょっとこの上げてね。うん。もうそれどうやって来たか。あ、千馬さんも同じだよ。なろうってね、ブローの。何よ。なろう。千馬さんも同じ飲むた。違うやつよ。これ飲んでんだよ、メロン。ブローじゃあんめよ。メロン。はい、できました。新作で森の妖精ドーナツ、森の妖精ドーナツ
これは僕が新作しました。森の妖精ドーナツ。これは森にいる妖精たちが作った森の妖精ドーナツ。すごいですね、これは。こんな綺麗にできました。森の妖精ドーナツ。これは、そこらで売ってません。これはもうちゃんとドーナツ、ちゃんと穴も開いてます。ちゃんと穴も開いて。はい、ちゃんと穴も開いてます。はい。穴も開いてます。ここに、ど真ん中、はい。ここにど真ん中、はい。ちゃんとドーナツ。で、これが、ビッグ、フライドチキン、ビッグ妖精、フライドチキン、ドーナツです。これも、お化けドーナツつんだよ、簡単に言えば。まあ、ジャンボお化けドーナツ。すごいですね、これは。これはおそらく売ってません。どこ行っても売ってません、これのドーナツは。僕がアレンジしました。はい。これが、ビッグソルティー、びっくりしちゃったドーナツです。はい。どうもすいません。これでお願いします。はい。ちょっと試食してみます。いや、うまそうですね。ちょっと食べてみます。ドーナツですね。これは美味しい。これ食え、これ、これ、こっちゃん。ドーナツってよりも、ドーナツを揚げた、あの、揚げせんべいって感じですね。うん、ああ何これ。やってーん。あ、秘密。てめえ、本当に。なんだこの、ビクトリーが全然売ってんよ、ビクトリーがこれ。売ってここに。ジャンボでそこにハンバーグドーナツ、お化けドーナツ、これは美味しいや、まずいんだか。僕さっき飯食ったばっかしなのであんまり食えないけど、僕はもうコーラでやめときます。うん、飯を食わなければもっと食えたんだけど、もっと食べたんですけど、ちょっとやっぱり飯食べたもんで、この真ん中プラスチックのスプーン、この中曲げり込んじゃった。溶けちゃって。どうすんの。だから端食え、端。ど真ん中はダメだよ。何事は作るこれ。はい。マッサージ。食えねえもこれ、硬くて。マッサージ。つまらじ。マッサージ、パパ。何これ。おい、すったれ。なにこれ、待って、なにこれ、まずい、なこれ、まずい、くせるもな、おなろくせるもな、まあ、待って、プレス食っちゃったな。せっぱかよ、大丈夫だ、このやろ、俺も食ってたば。うん、こっちの美味しい、これまずい、これ美味しいわ。あれめ、これビクトリーだもん、こっちはめ、妖精のあれだもん、だから美味しいんだ、妖精は、バカ。
タレと砂糖がこびりついちゃってる。何これ。硬くて取れねえ。いくつかこれで、溶接くらい入れようかなってめ。溶接うまいだろ。これうまい。溶接の、俺の溶接うまいんだよ。どうだ、ビクトリー。うまい。甘くて、うん、はっきり食っちゃった。うん、やっぱ森の妖精うまい。やっぱりこれ、これこの小石と食ったから5個。森の妖精やっぱうまいんだ。甘い。甘すぎる。え、